部員の皆さん、こんにちは。お元気ですか？部長の丸尾です。今回はギャバ入りチョコレートのストレス軽減効果は本物なのかというテーマでお話をしていきたいと思います。あのギャバ入りのストレスがね、低減されるっていうチョコレート、昔からありますよね。もう私が大学生ぐらいの時には確かあったので、もう多分15年ぐらいのロングセラーになると思うんですけど、あのね、ストレスを低減するって本当に効果があるのと思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。あんなにね、はっきり効果が書かれているんですけども、本当のところはどうなんでしょう。ということで、今回は管理栄養士の私がそのあたりの疑問をすっきり解消すべく動画を作りましたので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、まずこのギャバ入りのチョコレートの商品ですよね。メンタルバランスチョコレートという風に書かれてあります。そしてですね、この商品は機能性表示食品というものでして、パッケージにもね、はっきりストレスを低減するという風に書かれてあります。これはギャバという成分が特徴的になっていまして、事務的作業による一時的心理的なストレスの低減機能があることが報告されていますというふうにですね、商品のパッケージにもしっかり書かれてあります。これが本当だったらすごいことですよね。では一体このギャバとはどんな成分なのかを見ていきたいと思います。はい、このギャバというのは正式名称ガンマアミノラク酸というもので、アミノ酸の一種になります。この間あげた動画でギャバ入りのトマトってお話をしたんですけど、まあゲノム編集に限らずですね、普通のトマトにもギャバっていうのは含まれていますし、あと最近だとバナナとかでね、ギャバがたくさん入ってるなんてものも売られたりしますね。そんな形で食品中にも含まれている成分です。そして人体の中ではこのギャバというのは脳をはじめとした中枢神経系に多く存在している物質で、抑制系の神経伝達物質ということでですね、まあ脳のその神経細胞というのはいろんなね、その神経伝達物質ってものを介してやり取りをしているわけなんですけど、例えばね、ドーパミンとかアドレナリンって聞かれたことあると思うんですが、こういったものはですね、興奮系の神経伝達物質なんですね。なのでドーパミンだと、まあ、やる気が出たりとか、アドレナリンだとこう体をね、攻撃体制に持っていくような、そういった興奮系の物質なんですね。それに比べてギャバというのは抑制系なので、そういった興奮系の物質の暴走を抑える、抑制してくれると、まあ言ってみればブレーキ役ですね。そういった形でバランスを取ることで精神を安定させるような働きを持っています。ですのでストレスを和らげたりだとか、リラックスさせてくれたりする働きがあるんですね。ということで、普段はこの興奮系と抑制系がしっかりね、バランスを取れている状態、アクセルとブレーキが保たれている状態なんですけど、ストレスがかかりすぎてしまうと、この興奮系がね、暴走してしまって、抑制系であるこのブレーキ役のギャバが足りなくなってしまうことがあるんです。そうなってしまうと、この興奮のブレーキがかからなくなってしまいますので、体がリラックスできなくなったり、ストレスにうまく対抗できなくなってしまうんですね。そこでこの足りなくなったギャバを食べ物から補って、そして脳で作用してもらおうということになるんですけど、実はですね、この食べ物から取ったギャバというのは脳にまで行かないということが分かっています。この脳への通り道のところには血液脳関門っていう赤小みたいなところがあるんですね。そして余計なものが脳に入ってこないようにがっちりね、ガードされていて、大きい分子のものはこの脳に入らないようになっているんですけど、このギャバはですね、この血液脳関門を通れないようになっています。つまり食べ物でギャバを補ったとしても、それが脳に行って働いてくれるってことは基本的にないと考えていいんですね。そう聞くと、じゃあチョコレートとかでギャバを取ったとしても意味ないじゃんと思われると思うんですけど、これが不思議なことにですね、確かに口からギャバを取るとストレスを緩和させるような作用があるということがちゃんと確認されているんです。でも口からギャバ取っても脳に行かないんですよね。じゃあどうしてそんなことが起きるんですかって思うと思うんですけど、これはですね、腸が関係しているんじゃないかってことが言われてるんですね。実はですね、脳だけではなくて、この腸にもギャバを受け取るレセプタ、受容体があることが分かっています。つまりこういうことが考えられるんですね。口から取ったギャバが腸に行って、そして腸のそのレセプターでギャバが受け取られると、でその信号がですね、脳にも伝わり、そしてその結果として脳でもギャバの酸性が上がっているんじゃないかと、増えているんじゃないかということが考えられているんですね。
腸は第二の脳とかって言われますし、腸脳相関といってね、腸と脳はつながっているっていう風に言われていますが、まさにこの GABA に関しても同じような仕組みが考えられています。つまりは腸がね、脳を支配しているということで、これすごい話ですよね。なのでもう一回まとめておくと、口からGABAを取ったとしても腸を介してそれがちゃんと脳に作用してくれるということが考えられています。まあ、ここで一つ付け加えるとするんであれば、腸内環境も重要ってことですよね。もしかすると腸内環境が良くないとですね、せっかく腸にGABAがいたとしてもそれがうまく作用してくれないということも考えられますので、やはり普段から腸内環境を整えておくこと、これはストレス対策にものすごく大事ということが言えると思います。さあではですね、最初の疑問に戻りまして、じゃあこのGABA入りチョコレート、やっぱりいいものなんじゃないかということなんですけど、確かにね、GABAを取るという面ではいいと思います。ただしですね、同時に注意しないといけないこともあるんですね。それがやはりチョコレートですので、どうしてもお砂糖の量が多くなっちゃいます。砂糖の摂りすぎ自体が腸内環境を悪くすることも考えられますし、あとは血糖値の乱高下ですね、血糖値が急に上がって急に下がってしまうと、これによって自律神経のアンバランスを引き起こすことも考えられますので、いくらね、GABAが入っているからといってたくさん食べ過ぎてしまうと、この砂糖の良くない面が出る可能性があります。あとですね、こちらの商品、確かにGABAが入っているには入っているんですけど、そんなにね、すごい量が入っているわけじゃないんですね。パッケージには5粒で 28mg のGABAが取れますということで、一応ね、これぐらい取ると効果が期待できますっていう量になっているんですけど、例えばですね、iHerb というアメリカのサプリメントの通販サイト、こちらでGABAのサプリメントを検索すると、例えばね、こういったものが出てきます。1粒で 500mg のGABAが取れて、それが100粒入って882円っていう商品があるんですね。まあ、1粒あたりにすると約9円弱っていうめちゃくちゃ安いサプリメントなんですけど、そもそもね、このGABAの単価自体あんまり高くないので、他のGABAサプリメントで探してみても割かし安いものが多いです。GABA入りチョコレートは5粒で 28mg ですけど、こちらの商品は1粒で 500mg 取れちゃうので、しかもこれが9円弱で取れちゃうんですよね。だから本当にGABAの効果を狙うんであれば、こういうサプリメントで取った方がむしろ効率的なんじゃないかなっていうふうにも考えられるかと思います。まあ、例えばね、普段からチョコレートが好きで食べている方、そういう方が普段食べているチョコレートの代わりにこのGABA入りチョコレートを選ぶっていうのはね、一つの方法かもしれませんね。はい、ということで今回はこのGABA入りチョコレートが本当に意味があるかという話をいたしました。こんな風にこの商品はこの成分が入ってるからこんな風にいいんだって言われると、ついついそっちばっかりに目がいっちゃうんですけど、まあ、やはり食べ物にはいろんな側面がありますので、そういった側面を抑えた上で食品を選んでいきましょう。このチャンネルでは最高の体調を目指すあなたへ役立つ動画を配信しております。ぜひまだの方はチャンネル登録ボタンを押して体のコブに加わってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、ごきげんよう。